カート・ヘニング、カート・ヘニング、カート・ヘニッヒ、本名、クルティス・マイケル・ヘニッヒ、1958年3月28日から2003年2月10日、は、アメリカ合衆国のプロレスラー。ミネソタ州、ロビンズレール出身。なお、性のスペリングにおいて、ヘニングは誤りであり、読みも、ヘニックが原音に近いが、本校では日本における慣例的な表記を使用する。 第34代アワ世界ヘビー級王者。WWE では、ミスターパーフェクト、ミスターパーフェクトのリングネームでも活躍した。父は、アワなどで活躍した名レスラー、ラリー・ヘニング。息子のジョー・ヘニングもプロレスラーである。父親のラリー・ヘニングとバーアン・ガニアのコーチを受け、1980年1月にデビュー。父も主戦場としていた、ガニア主催のアワを経て、 ルーキー時代は、太平洋岸北西部のオーレゴン及びワシントンに、拠点を置く、パシフィックノースウエストレスリング、PNW で活動。1982年4月27日には、ラリーとの親子タッグで、ディップ・オリバーマット・ボーンから、ムイパシフィックノースウエスタクオーザをダッシュ、タイトル初体感を果たした。 1982年10月から翌1983年上期にかけては、ビンス・マクマホンシニア時代の WWF を、サーキット、ジミー・スヌーカ、レイ・スティーブンス、ドン・ムラコ、スーパースター、ビリー・グラハム、イワン・コロフ、ビッグ、ジョン・スタッドラ大物選手のジョガーを務めながら、キャリアを積み、WWF に遠征していた、初代タイガー・マスクとも対戦した。 1984年よりアワに復帰。当時は WWF がビンス・マクマ・ホン・ジュニアの身体成果で全米進行を開始し、アワもハルク・ホーガンをはじめとするスター選手が大量に引き抜かれた直後だったことあり、早くから頭角を表す。1986年1月18日、スコット・ホールと組んでジミー・カービンスティーブ・リーガルを破り、アワ世界トッグ王座を獲得。 アワの時代の主役候補と期待され、1987年5月2日には、ニックボック・ウィンクルを下して、アワ世界ヘビー級王者となる。ラリーズ・ビスコが試合に介入したとしてタイトルは一時、預かりになる。最終的には、ヘニングの王座ダッシュが認められた。デビュー以来、ベビーフェイスのポジションにいたが、これを機にヒールターンを行い、それまでタッグを組んでいたグレック・ガニアやワフク・ダニエル。 とも連戦を展開。翌1988年5月9日、ジェリーローラーにタイトルを奪われると、自身も、アワを退団し、WWF に移籍した。WWF では、何をやっても完璧な男というギミックが与えられ、ミスターパーフェクトを名乗るエゴイスト系のヒールとして登場。初期は、ザジニアス。後に、ボビー・ヒーナンをマネージャーに。 ヒール陣営の主力選手に迎えられ、1990年4月23日には、全王者、アルティメットウォリアーの返上で空位になっていた、インターコチネンタルヘビー級王座の新王者決定トーナメントにおいて、決勝でティトサンタナを下し、第16代 IC 王者となる。以降、 8月27日のサマースラム1990でテキサストルネードに一時タイトル奪われるも11月19日の TV テーピングにて奪還し翌1991年8月26日のサマースラム1991においてブレッドハートに敗れるまで長期政権を築いたしかしこの時期より背中の負傷に悩まされ始め選手としての活動を一時休止し WCW から移籍してきたリック・フレアーのマネージャーをエグゼクティブ・コンサルタントと称して単当たるようになる。しかし1992年11月、ランディ・サベージが同年のサバイバーシリーズでのタッグパートナーを決める際、対戦相手であるリック・フレアー側のヘニングを指名し、ヘニングもこれを受諾。 11月26日開催のサバイバーシリーズ1992において1年3ヶ月ぶりのリング復帰を果たし、サベージと組んでフレアレーザーラモンに勝利。以降はベビーフェイスとしてフレアやラモンとの構想を開始した。1993年はデックスルガーやショーン・マイケルズとも構想するが背中の故障が再発したため1994年より再び戦列を離れ、 TV 放送のカラーコメンテーターを務めた。その間は、トレーナーとしても活動しており、ブロックレスナー、ドン・フライ、ブライアン・ジョンストンらが教えを受けている。1996年には、貴族ギミック時代のトリプル H、ハンター・ハースト・ヘルムスリーのマネージャーも担当していた。1997年、ライバル団体、WCW に移籍。 US ヘビー級王座の獲得、無王フォーホースメンへの加入、バリー・ウィン・ダムラとのカウボーイ系、ユニット、ウエスト・テキサス・レッドネックス、サカイ・タッグ王座も、ダッシュなどで活躍した後、2000年夏に対談。その後は、プエルトリコの WWC に登場し、9月30日に、カーリー・コロンを破り WWC ユニバーサル、ヘビー級王座を獲得している。 2002年1月20日、ロイヤルランブル2002で WWE に復帰。同大会のロイヤルランブルマッチでは、最後の3人まで残るなど活躍したが、移動中の飛行機内で酒に酔い、ブロックレスナーと諌かいを起こしたことにより、3ヶ月後に契約を解除される。その後は当時旗揚げされたばかりのティネに参戦し、ジェフ・ジャレットやロン・キリングスと対戦した。2003年2月10日、 試合出場のため訪れていたフロリダ州タンパのホテルで休止。検死の結果では、急性コカイン中毒による死亡と報告され、ステロイドや鎮痛剤の過剰な服用も死因とされた。没後の2007年4月、WWE 殿堂に迎えられた。同年は、息子のジョー・ヘニングが、シチラリーの弟分だったハーリー・レースの指導のもと、 WLW でプロレスラーとしてデビュー。その後、WWE と契約し、株団体、FCW での修行を経て RAW に昇格した。1983年11月、新日本プロレスに初来日。MSG タックリーグ戦にて、ボビー・ダンカンのパートナーを務め、アントニオ・イノキ&、ハルカ・ホーガン、藤波・達ツ前田・明。 超集力アニマル浜口、キラーカーンタイガーココー、アンドレザジャイアントスウェードハンセン、リック・マードックアドリアン・アドニスなどのチームと対戦したが、キャリア不足のために白星配給係となった。1985年11月には、ニック・ブック・ウィンクルのパートナーとして全日本プロレスの世界最強タッグ決定リーグ戦に出場。ハーリー・レース、 ドリー・ファイク・ジュニア、スタン・ハンセンら大物に混じって、フレッシュなファイトを展開した。以降も全日本プロレスにたびたび参戦し、1987年1月17日には、徳山にて、新日本プロレスに復帰する直前の徴収力の、PWF ヘビー王座に挑戦。1988年は、アワー世界ヘビー級王者として来日し、1月2日の、後楽園。 ホール大会にて2代目タイガーマスクの挑戦を受け、リングアウト負けをキスするも防衛に成功している。この試合は日本プロレスでの最後の泡戦となった。WWF 移籍後は1990年4月13日に開催された日米レスリングサミットにて、リック・マーテルと元泡世界王者コンビを結成、同じく元泡世界王者のジャンボツールだとタッグマッチで対戦していい。 1991年3月30日には WWF と提携していた SWS の東京ドーム大会に出場、ケリー・フォン・エリックを相手にインターコンチネンタル王座の防衛戦を行った。WCW 時代の1998年、NO のメンバーとして久々に新日本プロレスに参戦。2月15日の日本武道館大会において、 小島聡とから勝利を収めた。投げ技、大技はほとんど使用せず、基本的な打撃技と関節技だけで試合を構成してしまうプロレス史上屈指の試合合者。また受け身の技術も高く評価され、ミスターパーフェクトの縄立てではなかった。そのためプロレスの手本的存在として高くリスペクトを受け、ヘニングの試合を観戦して、プロレスを勉強する若手選手も多かった。 試合スタイルと同様、入場時に常に右手に持っていた白タオルは、バディロジャースからニックボック・ウィンクル、そしてヘニングへと受け継がれたものである。死後もなお多くの選手から賞賛を受けており、WWE の若手選手からも憧れの存在としてなお挙げられることも珍しくない。ジェフ・ジャレットもインタビューで、史上最高の選手を問われ彼のを挙げている。 WWE 初登場時にはテレビでプロモーションビデオが流された選手用に作られたのはこれが初めて。内容はヘニングが野球、バスケットボール、ゴルフ、ダーツ、ボーリングなどで次々とスーパープレイを披露し最後に I am perfect と呟くものだったがこれは合成映像などではなく全て撮影時に実際にヘニングがしかもほぼ一回で蹴って見せたものだ。 というエピソードが残っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。